世界の建築ミニ図集機構。凱旋門。ティムガド。ティムガドのトラヤヌス邸の凱旋門。トラジャンスアーチティムギャド。ティムガドはアルジェリア北東部の山麓に紀元後100年頃、ローマの退役軍人の植民市として建設された。ローマ植民市の標準的都市施設の完全な位置セットを示している点に意義がある。7世紀後半には無住の廃墟となった。その西端には、高さ12メートルの凱旋門トラヤヌスの門がそびえている。この門は、1900年に部分的に修復されている。門は主に砂岩でできており、3つのアーチを持つコリント様式に属している。